はいどうも、ゴッドフィールドボットです。皆さん、このゲーム実はね、カードゲームだけではなく未来予知ができるんですよね。ちょっと意味がわかんないと思うんですけど、そちらをお見せしようと思います。今ね、ディスクトップ上に2つのアカウントを用意しています。こっちとこっちは別々のアカウントですね。で、もう1つ携帯にもアカウントがあるので、これで3人集結することができます。はい、3人集まりましたね。そしたら携帯くんとこの黒い方と2人で対戦してもらいましょう。この人にはね、見てもらうだけになりますね。はい、じゃあ見てもらいましょう。傍観者で戦いが始まりますよ。そしたらね、携帯の方を使ってる人がお母さん来ちゃったんで、通信がちょっと悪くなっちゃいましたね。なんとこっちのね、アーさんもお母さん来ちゃったんですね。ということで、この人が脱退するとどうなるかと言いますと、コンピューター対コンピューターの戦いが始まるんですけど、この人が戻ってくると、なんと45ターンでゴッフィーボットが勝利すると、これ予言してくれてるんですよね。なんか適当に言ってるだけじゃないの？ということで、ちょっと見ていきたいと思います。さあ、そろそろ運命の45ターンが近づいてきましたが、なんとアーが本当に瀕死になってるんですね。ぴったり1残ってアーが殴るが、ゴフィボット殴るが、そのまま地獄病をこじらせることもなく昇天してしまいました。はい、ということで、なんとまさかの予言通りと同じステータスで試合が決着するという、もうプレイヤー2人が抜けた時点でコンピューターによる演算は済んでいて、その結果を見せてくれると、そういう実はシステムになっているということが明らかになりました。細かいところまでよく作られていて、こういうところも素晴らしいゲームだと思いますね。ということで、今回は CPU 同士の試合で未来予知ができるという小ネタでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゴッドフィールドボットでした。バイバイ。